ね、こちらがね、特製つけ麺です。うまそうなんだけど、マジで。いや、お腹すいた、いただきます。いや、大盛りサイズ、すごい量だよ。カスさん、ごちそうさまでした。ね、ここはね、あの駿河屋の、大垣店、大垣店に、カズさんに今ね連れてきてもらいました。入ってみますね。ここは何でしたっけ。買取王国大垣店。初めて来ましたよ、買取王国。買取王国だけど、何もあの買取物は持ってきてないですけども。入ってみましょう。今はね、11時45分。やっとね、東洋クイーンさんにチェックインしました。はぁ、さすがに朝、午前、3時半から地元を出てね、いや、長丁場、疲れました。はい、また明日、おやすみなさい。おはようございます。今日は1月16日日曜日、時刻はただいま、7時15分になろうとしているところです。まだ岐阜県にいます。今日は、ちょっとね、いろいろ、まあ最終日ということで、喉が痛い。まああのね、回りたいと思います。東横井の朝ごはんです。いただきます。どれ、ご飯も食べたしね。今何時だろう。もうそろそろ8時45分じゃあ、チェックアウトして次のところ向かいますよ。ね、東横院さん、ありがとうございました。ちなみに、カズさん、ここは何店舗なんですか。特殊下店ハードのね、いややっぱね、地方のハードに来るのはね、いいっすね。楽しみだな。ハズルボブル2いいな。悔しいです。あ、手だ、PC ジュンジ8000円。リコの剣2、スイッチとかね、いっぱいありますね。今ね、感動と肉の米にね、来ました。ほら、今ね、俺とカズさんが食べる肉焼いてます。腹減った。あと、バラミのスペースこちらエコンが出ます。いや、すげえ。はい、すいません。はい、ステーキソースね。そう。いや、見てくださいこのお肉、おいしそう。カズさんのがね、こちらで、自分のがこちらです。なんか卵も OK なのね。ね、麻婆8ビットのお宅訪問第11回目です。で、やってきたのが、ね、この凄ましい、ソフトの数々の持ち主、カズさんの部屋です。このね、カズさんの部屋はね、昔からあの、紹介 してるね、あの、ポストとかをね、見ててね、ずっと来たかった部屋なんですよ。これカズさん、ちょっと説明どっからしてくれますかね。とりあえずないですか、この辺はスーパーファミコン。そうですね、スーパーファミコンですね。スーパーファミコンで、スーパーファミコンはやっぱこういうのありますよね。 SM 調教やっぱ目立っちゃいます、こういうので。この辺は箱付きであるってこと。これ裏、この箱の裏側も奥もある。奥は見えないってことなんですね。あ、本当だ、奥もありますね。で、この、上が、プレイステーション。はい、そうですね。で、プレイステーションの裏側も、プレイステーションが入ってるっていうこと。裏が見えないっていう。そうこれ、まさか上の PSP の、裏も、ああ、そうです、ね。PSP。はい。だから、これ二乗なんですよね、全部ね。ああ、そう、ね。数が。二乗なんですね。二乗なんですよ、二乗。この辺プレイステーション2とかね、この辺はもうあの裏が逆になっちゃってます。いやー、この陳列、本当のゲーム屋さんですよ、もうこれ。ゲーム屋さんにしか見えないですね、どう考えても。
これ何本ぐらいあるんですかね。1万ぐらいありますね、これはね。出したらもっとあるかもしれない。1K、1K とかあるかもしれない。1K。1K。カズさんにね、これだけは紹介してくれっていうソフトがあれば。まあ、あと、これはレアですよね。ね。これはレアですよ、これ。なかなか見ないですよ。少年忍者サスケね。あとは何だろう。あのこの辺のね、タフ。あ、そうです。タフ。これもね、箱付きは見ないです、これ。これ、俺も持ってますけど、裸ですよ。裸は持ってるんだけど、これなかなかね、箱付きになるとね、なかなかね、この松村も箱見ないですよ、今。このザクロの味とかね。あとはこのアンダーカバーコップス。これもね、レアです。これね、箱付きです。あとは、目につくものといえば、これハイパーデュエルなんかもね。あ、そうですね。これセガサターンの。あとセガサターンは、あ、ここにもありますね、これ。これ。これもね、俺持ってないんですよ、これ。これもらっていいですか？あとは、これなんかもレアですよね、これ。これなかなかですね。NHK 学園、ファミコン。これはなかなか。これはコナミから、出されていた、このキュータね。これは見ない。あの、本当に自分もコレクター長年やってますけど、あの、売ってるの見たことない。ほんと激レアなものがね、この部屋にはいっぱい眠っております。やばい。あとはね、カズさんといえばね、やっぱこれ。これサンソフトの、なんてたってベースボール。これ2種類なんですよね。小亀が2種類なんでしたっけ？あ、そうそう。種類の小亀。あ、これだ。そう。これが、ね、これ同じ？それ同じやつで。2つあるんでしたっけ？で、もう1本もあメゾンとカール。あ、これか、これ。これだ、これだ。ね、カズさんといえばね、こちらですよ。これ。これ。なんてったってベースボールの、これ多分、懸賞品、見たことないんだよね。この野球の、野球ボールとこのバットの、セット。これね、あの知ってる人、コメント欄になんか、説明ください。あとね、これ、カズさんといえばね、この照明ボックス。これでね、いつもね、ポストされています。ちゃんとこだわってますよ。ね、ここまでやるのはプロですよ、プロ。ね、こちらになってくるとね、いっぱいあるね、フィギュアコーナー。この、ガオガオが2匹ね、このクッパと、ドラゴンボールのね、オーダル。で、ここの棚が全部これ、アミーボですよね。アミーボ。裏の方見えないよ、アミーボ。これアミーボ何体あるんですか？全部です。あ、全種類コンプリート？あ、そうなんだ。あ、アミーボコンプリートしてる人っているんだ。そうだね、一応インスタ。これも、それはあの、ナダボ。ナダボ。この辺書籍なんかもね。あ、そう。ね、ゲーム関連と。あと、チョコエッグも。チョコエッグとか。あと、こちらも、いろいろ。あ、そうですね。あの、東京リベンジャーズとかね、いろいろありますよ。この辺、あ、そっか、あれか。なんか、アマテラスの。こんなところで大回転。この辺もね、ナムコの食玩のやつとかもね、あります。この辺ナムコとかあのゲーム系のね、フィギュア。ビーバップアイスクールとかも。ね、あとジャリンコチェもあります。いや、これね、このところ狭しとね、あ、これ、うるせえやつらコーナーね、ラムちゃん。いや、いいですね。なんかあの、脱いでますね。着替えてるっていう。あと、おとなしさんとか。これは、ドラゴンクエスト。ドラクエです。いや、なに、もうね、フィギュアだけでもすごいんですよ。この数。ほんとね、数っていうだけに上がりますよね。この、見てください、これ。入りきれない。ほら、マリオが、あっち向いたり、こっち向いたりしてますよ。あれ、カズさん、鼻に引っかかってますよ。これ、ぬいぐるみが、すごいよね、これ。これ、
もっとありませんでした、カズさんのぬいぐるみ。ぬいぐるみとか、まあ一部は。あ、しまったんですね、多すぎて。そう。で、このね、下に行くとね、こちらですよ。あの、フォロワーさんからね、カズさんのために、あれですね。カズさんのために、あれこれ、このマリオが牛。牛を掲げてますよ。いやね、これはあの、手作りのしな、じなじな。時間をかけてね、作ってくれた。お、あ、これはなんか 見覚えがありますね。これはそのマーコさんの。あれ、ぴょこたんの色紙はどこ行っちゃったんですか。ぴょこたんの色紙は。あの光源氏の裏に。ちょっと光源氏に負けちゃった。変な衣装の光源氏の。あ、そうですね。本当ここだけはね、譲れないね、コレクション。ね。いやあ、こちらもありました。こちらもあります。すごいね、これはね、羨ましいです。まあこれはね、カズさんっていうね、人望がないとあのね、こういうコレクション集めれないです。でもね、最高ですね、この棚ね、神棚ね、ね、最高です。こっちのね、まだ下にもありますよ、これ。鬼滅の刃とかね。伸びますよ。え、何時まで？これ。ロビンマスクですね、どう見てもね。からどう見てもロビンマスク。あの、あ、本当筋肉マン。筋肉マンレディ。そうのロビンマスク。こんなのあるんだ。知らなかった。まあ、こっちは正式の方かもしれないですね。で、こちらが、まあ、ちょっとした美少女系のね、こう下からこう取っちゃうとちょっとまずい系のやつですね。こっちはアップの方ですね。アングルです。アングルが大事です。まずい。甘ですね。こちらがね、あのゲームのガチャガチャ系のね、こんにちは。で、こちらがもうちょっと寄せただけだ。これ、まあ、ラムちゃんそうですね。こちらさくらさん、いや、あれですね、カゴメ、あ、カゴメ犬やしゃ、こあとこれ飛び出し一方やっぱ、まあ、そう、これも大急ぎで寄せただけなすいませんね、今日取材のためにね、あの開けてくれとみたいな、カズさんが、いや、もう神部屋ですよ、神部屋やばい、本当に、あの説明が本当ね、言葉が、うまい言葉が見つからなくてね、申し訳ないですけど、本当にね、愛がなくちゃね、ここまで集めれないです。脱帽ですよ、だってこれ見えないところにもファミコンソフトあるんですよ、これほらこんなにあるんですよ。やばいよ、カズさん。集めすぎだよ。集めちゃった。カズさん、ちゃんとね、自分のオリジナル T シャツも飾ってくれていて、その上にもね、ちゃんと、ほら、何かキャップ、今日来れなかったね、りょうさんのキャップですよ。こちらに、ちゃんとね、りょうさんも来ていました。じゃあこれ、今後もね、また、お部屋の紹介をね、していきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、カズさん、バイバイ。バイバイ。はい、ということでね、カズさんからね、こんなにいっぱいね、お土産をもらってしまいました。というのもね、カズさんとはね、年に1回、また2回、ゲームレジェンドでね、でいっぱいあのお土産を持ってきてくれるんですよ。それでね、まあ、このコロナ禍で、ゲームレジェンドが、開催されずにお土産がこんなに溜まってしまったということでいっぱいもらっちゃいました。本当ね、申し訳ないですよ。いつもこれ見てください、この数々、この数々です。カズさんからの数々ありますかね、こんなにありますね。本当にあの今回ね、カズさんの部屋をご紹介、させていただき、それでね、食事も一緒にねしてね、
いろんなとこね、あとゲームショップとかも連れてもらってね、本当にお世話になりました。カズさんね、様々です。本当に、御礼を申し上げます。こちらなんかもね、なんですかこれ、読めない、カットビイット、まあ、少年ジャンプので、こちら電子ゲーム数々で、こちらもすごいですよ、これほら、ナムコのアーケードゲームマシンコレクションで、あとは、まあ、この辺のね、これは、アテナかな、でこのソフトオンデマンドとかね、でこれ、キタロウですね、まあ、でファミコンがあって、ゲームボーイがあってね、カービィがあって、あとこちらがパックマンの、電子ゲームですね。あとなぜかスマップのなんか何か、あとなんかこれなんかディスコガールって知らない、これなんか何かです。本当カズさんありがとうございました。大切に、自分のコレクションとさせていただきます。ありがとうございます。